こんにちは。花です。今日はリクエストの多かった私についての50のことをお話ししたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。一番質問の多い、えー、っと、ものなんですけども、まず、そうです。私はハーフで、えー、っと、スペイン系のフィリピン人の母と日本人の父親との間に生まれました。飛行機に乗ると、必ずすぐ爆睡します。もう、即寝ます。下手すると、 あの、起こされないとついたことも知らない時があるぐらいですね。よく出ます。マンゴーが大好きで、とりあえずコンビニのマンゴー製品とか、あとはスーパーのお菓子売り場とかにあるマンゴーの製品をとりあえず片っ端から食べます。片っ端から。なので、本当に皆さんのおすすめのマンゴー製品とかあったら、ぜひ教えてください。ちっちゃい頃からピアノをやっていました。最近はもうやってないんですけど、あとはサックスとエレクトーン。 を演奏することができます。一応。はい。そんなわけで、えー、と、ずっと音楽をやってきたんですけれども、一応高校と大学は音楽を専門に勉強しています。今も全然違う道に進んでるんですけど、はい。そんな感じです。趣味は旅行ですね。旅行にたくさん行きます。そうですね。つい最近行ったのはグアムです。一番好きな国っていうか場所は グアムです。もちろんグアムです。グアムが大好きなので、いつか絶対永住しているぞって思ってます。足のサイズは22.5ですね。なかなかちょっとちっちゃいので、あんまりいいサイズの靴がないんですけれども、そうですね。絶対セールの時期とかないので、基本的に頑張って定価で買うようにしてます。ファッションで一番好きなアイテムは、ピアスですね。ピアスが大好きで、本当に何十個も持ってるんですけども、よくなくすので、 ええと、あんまり高いのは買えません。なのでよく安い、フォーエバーとかのものを買ってます。あと好きなものと言ったらデニムですかね。デニムが大好きで、えっ、ー、と、大学時代アメリカンイーグルでバイトしてたんですけれども、はい、アメリカンイーグルのジェギングというデニムが世界で一番私は履きやすいと思ってます。好きな音楽は、ええー、と、なんだろう、うアメリカのバンド系が最近は好きで、よくフォーラートボーイとか聞いてますかね、最近は。はい。 えっと、アローントゲザーという曲が今、ハマってます。カラオケで行って必ず歌う曲、曲というか人は徳永秀明さんの曲をよく歌います。こうルかけのレディオとか、エーニーブルーとかをよく歌います。なんかちょっと渋いですけど。はい。好きな色はピンクです。だけど、こういう感じの、ちょっとベビーピンクっていう感じじゃなくて、フューシャピンク系のピンクが好きです。車の免許をもう1年半ぐらい取って、はい、乗ってるんですけど、運転が未だに上手くありません。どうしたら上手くなれるんでしょうかね。 はい。謎は深まるばかりです。お水がすごく嫌いです。ダイエットにいいとか健康にいいのは分かってるんですけど、常温のお水が飲めなくて、お水を飲む時は必ず氷を入れて飲んでます。はい。でも飲めるようになりたいなっていつも思ってるんですけどね。とても不器用ですね。お裁縫とか本当にできないです。できないというか下手くそです。なので、極力やらないようにしてるんですけども、そんな感じです。そしてもう一個嫌いな食べ物というか部類は揚げ物が嫌いです。特にかき揚げとか、 うんと、エビのフライとか、エビは好きなんですけど、なんかフライ系がダメなんですよね。あ、でも素揚げは好きです。<laughs> つけまつげがつけられません。えっ、ー、と、かわいいなといつも思うんですけれども、とっても目が痛くなって涙が止まらなくなるので、基本的につけまつげがつけません。それに加えてカラコンもつけないんですよね。なんでかというと、なんか苦手なんです。ちょっと不自然に見えて。全然他の人がしてるのを見てる分にはいいんですけど、自分がつけるのは嫌だなと思って。 付けたことがありません乗っている車はホンダのフィットのハイブリッドです。ちなみに白です。本当は、なんかもっと違う色が良かったんですけど、白です。お財布は長財布派です。長財布の方がお金が貯まるってよく言われるんですけど、全然たまらないのは何ででしょうかなどです。とにもかくにも寒がりですね。今結構暖かくなって、えーと、気温20度ぐらいあるんですけど、暖房つけます。未だにつけます。 無理です、寒いのが。はい。そんな感じです。海外ドラマで好きなドラマはもちろんゴシップガールです。ちなみに、ブレアと、えっ、ー、と、ダンが大好きです。最近は、えっ、ー、と、がっつりスモーキーアイにハマってます。まあ今日みたいな感じですよね。なんか、不評なんですけど、好きなんですよね。みんなにはナチュラルな方がいいって言われます。はい。ただいま絶賛髪の毛伸ばし中です。こんなの入れていいのか分かんないですけど。はい。伸ばし中です。ファッションとかに強いこだわりとかはないんですけども、 えーと、そうですね結構可愛いなと思った服を着ることが多いですなんですけどイトスペードだけはいつもチェックをしますね小物が好きなのでそれだけです大きい時計が大好きでよくつけてますちなみに今つけてるのはトミー・ヒルフィガーのものですじゃじゃん可愛いですよねぬいぐるみが大好きでいつも寝るときにぬいぐるみを抱きながら寝てます 子供っぽいのは分かってます。でもそれがいいんです。家では一応参加国語をミックスで話すことが多いですね。父親とは日本語、母親とは母が英語とかフィリピンのタガログ語で話してきて、私が日本語で返すとか。まあ、そんな感じが多いです。ワンちゃんが大好きで、犬の芋一匹飼ってます。えっ、ー、と、シナモンちゃん、シナモンくんか。と言って、パピヨンです。とても可愛いです。すごく、えっ、ー、と、めんどくさがりな性格ですね。とっても。はい。 なんだろうね。それだけはちょっと直したいと思うんですけど、なかなか直りません。男性ものの香水が大好きで、よく男性ものの香水を使っています。ラッシュに行くと必ず何か1点を買って帰っちゃうんですよね。まさにラッシュマジック。はい。一番好きな季節は夏です。夏が大好きです。一年中夏だったらいいのにって思います。最近ツイキャスにハマってます。週1ぐらいでツイキャスやってるんですけど。はい。皆さんもよかったら来てください。 いっぱいお話ししましょう。読書が大好きでよく暇があると本を読む、はい、ことが多いですね。基本的に洋書が多いんですけど、たまに日本語の本も読みます。はい。ちなみに最近読んだのはファンガールという本です。何か好きな映画や音楽があると、飽きるまでずっと見たり聞いたりする性格です。特に音楽はハマると、その日一日中聞いてたりします。映画は、ちなみにトワイライトが一番好きなんですけど、もう多分何十回、 見てますね <laughs> シリーズ全体通してそんな感じですごいしつこい性格ですスポーツはあまりやらないんですけども歩いたり走ったりするのが好きですね一人で基本的に一人でするのが好きですすごくストイックな性格だと言われます試験前とかほぼ徹夜して勉強したりダイエットは力が入ると毎日ノルマ決めて走ったり食事再現したりすごいストイックにやりますが エンジンがかかるまですごく時間がかかる。はい、正確です。最近ハマってることは寝る前にストレッチとヨガをして寝ることです。とてもリラックス。はい、しますね。今までに行ったことのある国はフィリピン、日本、香港、グアムやハワイを含めアメリカ、ヨーロッパは、ウード、と、オーストリア、チェコ、イギリス、フランス、 あとは、あと下に行ってオーストラリアとかかななんか抜けてる、あ、韓国だと思います。なんか抜けてる気もするけどそんな感じです。ざっと。最近注目してるファッションは全身ホワイトですね。今日もちなみにした白のスキニーを履いております。膨張して見えないように頑張って痩せたいと思います。 一時期金髪にしていた暗黒の時代というものがありました。<laughs> はい。もう一生金髪にはしないぞと思います。チョコレートが大嫌いで、板チョコを食べるともう喉が痒くなっちゃいます。無理なんですね、チョコレートが。でもナッツの入っているチョコレートだったら食べられます。わかってます。おかしいです。<laughs> コスメブランドで一番好きなのは、どうだろう。わかんない。マックかなマックとか何ですかね。 プチプラで一番好きなのはメイメリンです。最近セルフネイルにハマっていますね。よくインスタとかでもやるんですけど、ちなみに今日はナーズのネイルをつけてます。いやー。ものすごく怖がりです。お化け屋敷とかホラー系の話とかも一切無理です。無理です。と私の名前は漢字でお花の花って書くんですけれども、実は本名は、えー、YouTube とかでも使ってる HAWNAH の花が本当の名前です。一応修正証明書はそれになってます。 日本とかではないので、えっと、一応花という漢字の名前を使ってますはいよく Twitter とかインスタとか見てくださってる方はご存知かと思うんですけど今4年ぐらいかな付き合ってる彼がいて絶賛遠距離恋愛中ですもういいか減になりましたけどそんな感じです見かけによらず料理が好きでよく料理を作ります最近作ってほしかったなと思うのはパエリアかなかわしかったです はい、そんな感じです。えっ、ー、と、私のことを少しでも知っていただけたら幸いです。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバイ。